いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルクライスラー 300C ラグジュアリープラスをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに若干の飛び石がございます。それ以外特に目立った傷はございません。走行距離2万9000キロ走っておりますが、非常に綺麗な状態を保っております。外装色はアイボリートライコートパール、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。上位グレードの 300C ラグジュアリープラスでございますので、数多くの専用装備が施されております。フロントグリルはプラチナ仕上げのフロントグリルが装備されておりますので、より迫力のあるデザインとなっております。ヘッドライトに関しましても、キセノンのヘッドライトが標準で装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.6 リッター V6 エンジン、馬力は286馬力を誇りますので、ドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただけます。またラグジュアリーのグレードですと、ドアミラー、ドアハンドルの部分もプラチナ仕上げとなっております。大型のパノラマサンルーフも装備されておりますので、より広々とした室内空間をお楽しみいただけます。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクですね、開けていただきまして、300のグレードですので、スペース十分に確保されております。後部座席も倒してお荷物を積みいただけますし、目立った使用感もなく非常に綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのナッパレザーが採用されております。特に目立った使用感もなく非常に綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングはマルチファンクションステアリングが採用されております。アダプティブクルーズコントロールも装備されておりますし、サイドアシストも装備されておりますので、安全性能も非常に優れております。ナビゲーションはストラーダ製 SD のナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。フロント両席に関しましては、ベンチレーター、シートヒーターともに完備されております。インテリアのパネルはウッドパネルが採用されておりますので、非常に高級感を感じます。シフトは8速のオートマチックのシフトが採用されており、燃費性能も向上しておりますし、より滑らかな加速もお楽しみいただけます。フロントのドリンクホルダーに関しましては、コールド、ホットともに切り替えが可能になっております。では続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席もフロントと同様、特に目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。シートヒーターも装備されておりますし、サンルーフも装備されておりますので、広々とした室内空間をお楽しみいただけます。スピーカーに関しましては、アルパイン製のプレミアムオーディオが装備されております。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2014年モデルクライスラー 300C ラグジュアリープラスをご紹介させていただきました。走行距離2万9000キロ走っておりますが、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。また車検も平成31年の4月までたっぷりと残っておりますので、安心してお乗りいただける1台です。走行性能はさることながら、ラグジュアリープラスのグレードでございますので、数多くの専用装備が施され、より高級感あふれるインテリアをお楽しみいただけます。装備が非常に充実しておりますが、非常にお買い得なお値段にてご案内させていただいている1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。